はい、皆さんこんにちは。皆様から、非常にお弁当 の, リクエストが多いので、今日は、お弁当に、役立つ、レシピをご紹介いたします。なんと、肉巻きおにぎり。フランス語でおにぎりドゥビャンド。ね、ビャンドっていうのはお肉のことを言います、フランス語でね。おにぎりビャンド。ね、これも、フランスで流行りそうです。それでは材料です。冷やご飯ですね。冷やご飯、そしてとろけるチーズ、ギャバンのパセリですね。そしてしゃぶしゃぶ用の薄切りの豚肉、最後に、あえるバルサミコ、蜂蜜、お醤油、お酒、まあバルサミコがなければね、お醤油をちょっと増やしてみてください。材料は以上です。まずね、冷やご飯にですね、とろけるチーズを入れちゃいます。まあ、チーズはね、お好みで結構です。とろけるチーズ。そして、パセリのギャバのね、乾いたやつ。ちょっと多めに入れてください。はい、それを、これをよく混ぜておきます。よいしょ。こう立てて、混ぜるときね、こうやってこう立てて。よく混ざりましたら、お塩を少し入れます。と、胡椒。白い胡椒です。ほんの少しで結構です。はい、よく混ぜておきましょう。そうしましたら、これ本当はね、おにぎりにするんですけどね、私はおにぎり、うまく握れないので、以前、作ったロールキャベツの要領で、ずいぶん薄く、よいしょ、ここにご飯を乗っけて、よいしょ、そしてこれ先に中でこうちょっと先にこう包んであげちゃってください。よいしょ。そうしましたら、ラップで、ぎゅっと絞っておいてください。はい、これを4個作ります。はい、4つ出来上がりました。それではこれを焼き上げます。はい、それでは、ね、最初強火にしてね、冷やご飯はもう中が火が通っているので、焼き色がまんべんなくついたら出来上がりです。はい、音聞こえてきました。ね、豚肉はこちらの方は油を持ってますから最初焼き色をつけて、さあどうでしょうかね、焼き色、あ、皆さん見てくださいね、このぐらい焼き色がつきましたら、これ下の方ね、油がありますので、はい、ここでですね、蓋をして、中火で、そうですね、3分ぐらいかな。中火で蒸し焼きします。
はい、そうしたらですね、もう一回、あ、いい焼き色ですね、もう一回。あと1分ぐらい、焼き、あの、蒸し焼きにします。はい、ね、いい焼き色がついて、もう完全にあの、お肉にも、火が入っておりますので、ここで、強火にしていただいて、まずバルサミコ、お醤油、お酒、そして蜂蜜です。はい、これでね、あの、はい、このね、あの、からこうやって絡ましていただいて、はい、もう 火を止めましょう。はい、よく絡ましていただいて出来上がりです。はい、焼きおにぎりの完成です。これね、皆さん、これね、あの、汁がこれね残ってますから、汁はちょっと上にこうテロッとかけてあげてください。照りが出ますのでね。はい、出来上がりです。これね、あの、これ今日豚肉使いましたけどね、あの、牛でもね、鶏肉でもいけると思いますよ。ちょっとタレをつけていただきます。うん、おにぎりっていう感じで、このやっぱあの、やはりあれですね、あの、このタレがね、あの、結構あの、とろっと甘みがあって、タレと食べるとバッチリでございます。皆さん、あの、牛肉とか、あとお魚なんかもね、巻いて焼いてあげて、この後も冷たくなっても全然 OK なんで、小さく団子にしてあげるとか、そうするとお弁当の、このタレはね、このままのレシピでいいと思います。グーです。はい、今日合わせる場合はですね、イタリアのトラミン、トレンティアノアルト、アルディジエ州でございます。ブドウ酒はミュラ・トゥルガルというブドウ酒でございます。なんかのパイナップルの香りが若干しましたね。なかなか飲みやすいと思います。どうぞね、あの、小腹の引いた時か、ちょっとね、お弁当でいろんなバリエーションで、作ってみてください。グーです。